おはようございます。遠藤です。2月1日朝会よろしくお願いします。えっ、ー、と昨日は fmc ライブ5000人以上の方に来ていただいて、えー、ありがとうございます。えっ、ー、ともう、えー、ちょっと頑張った甲斐がありました。ということで、多くの方に見ていただいて、えー、ありがとうございます。まあ、そんな中で。 ちょっと帰ってきていろいろまとめてきて補足しなきゃいけないところもあるなということで今日は朝会やります。で、私、遠蔵と申します。自己紹介させてください。まあ、シティバンクと外資系銀行に25年、20年ちょいいいまして、その後、皆様と同じように個人投資家やっています。まあ、その合間にこの YouTube 等でこのように情報を配信していますので、 もしこの動画が良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればぜひよろしくお願いします。はい。えー、まあ昨日の動きなんですが、ロンドンフィクシングと FOMC ということで注目されたんですが、まあ注目の FMC は利上げはないが、すぐに、えー、利下げもないよということで、どちらかというと高刊的かなという感じはしますよね。あの、まあ、 マーケットがちょっとあの過剰に3月もあるかもみたいな、えー、予想をしていたんでその分ちょっと,、えー、とハト派的な動きと解釈されたかなという部分があるんですがまずはその前に結構大きく動いたんですよねで、あのー、おさらいしていきますと こんな感じですね、あのー、ADP ・民間雇用者数が15.8万人から10.7万人に減少ということで、えー、明日の雇用統計どうなるかというところなんですが、予想は14.5万人でした、えーとこんえー。こんな感じですね、10万7千人でしたというところですよね。でえー、もう一つは、えー 第4クォーターの雇用コスト指数っていうのがあるんですが、まあ、雇用コストですよね、これはまああのサービス業、まあ、やっぱり賃金が上がるってことは一番物価、あのー、かけちゃうことにもなるんでこれが前期3第3クォーターの1.1から0.9%に低下予想は1%でしたということで、えー、これは。えー こちらですよね1.1から0.9に低下ということで、このように、まあ、弱い指標が出たことによって、もうすでにこの22時15分ぐらいから下げ始めてたんですよね、その前に147.80ぐらいまで上がってたのもちょっと不思議なんですが、昨日は日銀の主な意見、あの先週の 決定会合における主な意見というのが出て、えー、こちらの方はやはりマイナス金利解除を近しということで一旦円高になったんですが戻ってまた落ちてまた上がってみたいな結構1日で見ればちっちゃい動きだったんですがアジア時間に乱高下してで、あのー、FMC 前なのに、あのー、なんか妙にかかったですよねただその雇用コスト指数と ATP を受けて ドドドッと下がり始めて、結局、昨日は月末のロンドンフィクシングだったんですよね。これが一時、まあ、この時に一番、あのー、下落して、146円の丸7まで行って、その後、反発したという、FMC を受けて反発という流れになりました。ですから、ちょっとここが余計というか、FMC とは関係ないことで下がってしまいましたね。ここれが弱いこの 雇用指数、雇用関連の指標ということともう一つ、アメリカの財務省が来週の国債発行額は大体1210億ドルですよということで、財務省が国債発行の予定を発表したんですね。 で2月から4月には国債発行額が増額するんですけど今後その後数四半期はさらなる増額を見込んでないということであ国債がそれほど増えないんだなというところで、まあ、それで金利がやや低下したというここの動きですよね。ここが相まってたこの2つの、えー、指標とこの財務省の動きっていうことで。 やっぱり国債発行額が、まあ、直近は増えるわけなんですがその後あまり増えなくなるっていうことは国債市場にとってはいいことというかあの国債あんまり発行しちゃうと、えー、やっぱり長期金利上昇しちゃうんで、まあ、そこがあまりないのであれば金利低下かなということですねあとは月末のロンドンフィキシングこれドル円はやっぱりフィキシングにかけて大きく動きましたし ユーロドルも、ユーロドルその前にあの0時あたりにこう上昇したんですよねで、その後下落したんですが、まあ、どちらかというとやっぱり円買いだったんですね、月末、ドル売りの、えー、とドルスイースなんかを見ると、ドルスイースもこうやって0時、まあ、みんな0時で落ちて、一時、あのロンドンフィキシングの一時には少し反発してるんですよね。ただ うんそこに向けてドル円だけがちょっと一時あの0時までで反発して一時にさらに落ちたということでやっぱり月末ちょっと円買いのフローがあった感じはしますよねドル売りもあったが円買いだったのかなというところですよね次は、えっと、いよいよ FMC の評価なんですが、えっと、そこはどこかというと ここが声明文なんですが、まあ、声明文の中で、えー、出てくるのはここですよね。In considering any adjustment to the target range for the federal fund rate というところでここのところをまあ翻訳すると FF 金利の目標レンジのあらゆる調整を検討するにあたりっていう あらゆるる調整のの検討という,ふうになっているわけでですね今回の声明文ではただ12月の声明文では追加的な金融政策の引き締めの程度を決めるあたりその後ここはうんぬんかんぬんと要はいろいろなさまざまなデータを注意して判断するって言ってるわけなんですがどういうことかというと12月まではさらに引き締めるために 今後何かがあるとしたら引き締め方向ですよということで追加的な金融政策の引き締め程度を決めるにあたり今後出てくるデータを参考にしますよっていうのが声明文だったんですね12月まではただ今回はここが FF、えー、金利の目標レンジをのあらゆる調整を検討するにあたりあらゆる調整なんで引き締めだけではなくて引き、えー、金融緩和もあるわけなんで。 今までは引き締め方向だけだったんですが次回以降は今後は引き締めもうん引き下げもどっちもあるよっていうスタンスになったんでここがハト派で,的ですよとというとこだったわけですでまあそこで落ちる局面もあった,あったんですがそれ見てただ、えー、パウエルさんは3月の利下げはないっていうふうに。 3月の利下げは政策当局者にのっとって基本シナリ,シナリオではないということでまあ利下げが間近に迫ってるということは示唆しなかったこ今年中に利下げをするとは言ってるんですけど3月はまだだよとそんなすぐじゃないよというふうなまあそこら辺でマーケットとしてはこの、まあ、フォワードガイダンスというか今までは今,度今後の えっと、政策変更があるとすると利上げだよって言ってたのがどちらもあるよっていうふうに変わってそこはハト派的だったんですがマーケットがちょっと期待してた分3月のもし5月6月最低でも、えー、早ければ3月のヒント出してくれないかなと思ってたところでちょっと、えー、タ傑派的になっちゃったっていうんで戻,戻っちゃったっていうところですよね。 あとは QT、あのー、量的引き締めに関しては3月に議論を開始するということを言っています。まあここのところ、えー、QT のペースが早すぎるんじゃないかと、それをペースを落とした方がいいんじゃないのっていう、あのー、思惑が出てきたんで、まあそこは3月に議論を開始するということで。 まあ結果として2年債は4.359から4.210年債は4.057から3.91830年債は4.278から4.172に低下しましたということで、まあ、これは FMC 前にすでに低下してたんでそこからさらに低下したということで、まあ、利下げあるんだけど3月じゃないよで,でも落ち,落ちましたと。 いうとこだったんですよね、まあ、金利は低下したんですがむしろドルはまあロンドンフィクシングに向かって落ちてた分それの戻りっていう感じでしたねですからただ147円の5丸ぐらいまで戻ったんですが今は146円の8丸割れということで今日のピポット146円の147なんで、ね、そこの下。 でレンジを言うとピポットのレジスタンスが7円の90サポートが6円ということで昨日のレンジをリトレースするかどうかというところがポイントになってくるかなと思います。で金利は下がったんですけどやっぱりそんなにすぐに利下げしないよということで株価にとってはマイナスでしたよね。えー、とダウがドル安 後半ににかけてさらに下落が加速しましまたよねナスダックも2.23%、SP500 も1.61%、ラッセルも4.8%ということで、株価はちょっとかなり、まあ、ダメージを受けたというか、かなりあの大きな下落というところで、これあの、アメリカの地銀の決算が悪かったんですよね、そこで、えー、さらに地銀株が落ちたんで、そういうのもちょっと、あの、 長期金利の低下を促した部分があります。S P 500昨年9月21日以来最大の下げになったというところですね。で、やっぱりテック系総じてダメダメでしたというところで。 うんまあ、アルファベットも7.4%下落ということで、これ、決算で広告事業の売上が予想を下回った、マイクロソフトも2.69%の下落ということで、AI 機能開発にかかるコストの上昇見通しということで、ただ、四半期決算は市場予想を上回りましたというところですね。 でニューヨーク州のニューヨークコミュニティバンコープの株は37.7%下落ということで、えーまあ、こちら、えー、地方銀行株指数は6%下落ということでまたちょっと嫌なニュースが入ってきましたねというところですね。で、えー、日本経済新聞、まあ、政策金利据え置き、自信がいるまで利下げせずというところです。 あと、ブルンバーグの今朝の5本ですよね。まあ、先ほど私が言ったように、利下げは急がないけど、年、えー、中にはやるよということで、インフレは緩和しているっていうところです。うーんと。 はい、利下げ急がずというところですね、あと地銀不安再びということで、シグネチャーバンクから預金を買い取ったニューヨークコミュニティバンコープが、四半期決算が予想外の赤字ということで、配当を引き下げましたということで、まあ、これを受けて、えー、急落というところですよね。あとはインフレ緩和の見通しということで、ADP ・民間雇用者数の低下、先ほど言いましたよね。あと雇用コスト指数も 下落ということで、まあ、ここはいい傾向ですよね。まあ、あの雇用統計どうなるか分かんないですけど、あとは大統領選に向けて、トランプ大統領、元大統領有罪なら支持しないというのが激戦州の有権者の姿勢というところですよね。あと先ほど言ったように、財務省四半期定例入札ということで、中期長期債の発行規模、全四半期に比べて拡大したけれど、 その後は、えっとはそんなに増えないよという、まあ、そういう話になりました。はいはい、ということで総、まあ、じて昨日はちょっとロンドンフィクシングだけが余計だったかなというところなんですが FMC 無事通過というところですねこれで3月はないだろうというところなんですが、まあ、5, 5月か6月のおヒントが来次回。 3月に出るのかどうかというところで、まあ、今後は、えー、そうですね、2月にパウエルさん、議会証言があるんで、まあ、そこら辺が3月のヒントになるのかどうかというところだと思います。あとは、今週雇用統計ありますよね、雇用統計あるんで、えー、そこを見なきゃいけないなというところですよね。あとは まあ今日は失業保険申請件数とかあと BOE がありますよね、まあ、そこら辺が注目になるところなのかなというところですはい、えー、ということで、えー、まあ昨日はありがとうございましたということなんですがちょっとあの宣伝させてください、えー、と私4月からこんな感じで、えー、マーケットサテライトということで、えー、とサロンを始めましたサロンの内容としてはスキルアップレポートとか限定動画 えー、月14本、あと限定ライブ月1回、お悩み相談、えーまあ、Q&A ですよね、あとオフ会があって、あとそうです、ね、毎日最低でも1本、多い時は3、4本、んーマーケットの見,見通しとか雰囲気をーメールで、えー、と見れるようにレポートになってますので、えーまあ、そんな内容になってます。 初月無料になりますので、えー、今申し込んでいただけると、ほぼ丸々1ヶ月、もしダメだったらやめていただければ無料で見れますので、えー、とぜひ月トなんで、えー、試していただければということで、えー、概要欄の方に貼ってありますと。 ということで、この動画、良ければ、いいねボタンと、チャンネル登録、まだの方がいらっしゃれば、ぜひ、チャンネル登録していただければ幸いです。ということで、今月も頑張りましょう。